the information 彼女はベイアドでファシネーションテレビの中ではディストラクションいつでも未来はアトメーション2000年の切な愛で黒い髪の彼女とラ始めたバイブレーション世紀末にもう価値はなく